こんにちは、カーピーです。今日もプロスピース最強のカープを目指してプレーしていきます。とその前に、今日で私カーピーのプロスピースが2周年を迎えました。2年前の今日、プロスピースを初めてプレーしたんですね。なんというか、えらいもんと出会ってしまったなという感じですね。まあ出会ったものは仕方ないんで、引き続き楽しんでいきたいと思います。というわけで、今回の更新で A ランク確定スカウトと自チーム確定スカウトが来ております。今回はこれを回していきます。狙いはイベントボーナスです。自走者イベントがしんどいんで、イベボはあればあるほどいいです。今のイベボが 528% ですが、今回のガチャで550ぐらいいけたらいいですね。ちなみにこんなこともあろうかと、自チームカープの B ランクレベルマックスを貯めております。カープの A ランクが出たら、これを使ってイベントボーナスを上げる狙いです。それではガチャっていきましょう。 A ランク以上確定スカウトからいきましょう。1回目、 A ランク以上確定はエナジー的にも美味しいですね。イベントボーナスいらない方でも回してもいいガチャかなと思います。鈴木大地選手、今季大活躍ですね。長打力大アップ中、 FA も取ってますし、オフは注目されそうですね。2回目、さあしばらくこのガチャで S を見てない気がします。たまには来てもいいんじゃないか。100連爆死の入り戻しあるか。そんなに、おお、来た、久しぶりの感覚、どうだ。松井選手やりました。 S ランク入れば 50% 獲得しました。まあよく言えば、ここは限界突破できる選手が来たら嬉しかったんですけどね。それだったらさらにイベボが上がったんですが、まあ贅沢は言いませんね。上等でしょう。3回目、若月選手、本当によく出る若月アカウント。4回目、上林選手、怪我で離脱中、復帰はいつになるんでしょうね。5回目、ここは自チームランク以上確定、イベボチャンスですね。マジか、ここで自チーム S 確定だ。松山来い、松山、松山、相澤、相澤選手が被りました。まあでもこれも S が出たことを喜びましょう。しかも自チーム枠で、ありがとうございます。ここがもし松山、誠也、大瀬良だったら、限界突破でイベボさらにアップでしたね。そこは惜しかった。はい、次は自チーム確定スカウトに行きましょう。1回目、さすがに運を使いすぎてるかな。やっぱり2回目、3回目、さあイベボアップチャンス、 A 以上確定。おお、相澤選手ここでも来た、いいでしょう。4回目、5回目、ここは S ランク確率が2倍、 S3枚目あるか。うん、残念。6回目、7回目、ここは A ランク確定、ウェブアップチャンス。お、これはいいですね。やっとジョンソン当たりました。これで今季の自チーム A ランクは今のところコンプリートです。これも本当に勝っておりますよね。蝶野さんはうなるほど出てますね。8回目、9回目、10回目、さあラスト、 A 確定かつ S ランク確率2倍、今回3枚目の S ランク狙っていきましょう。親カット来ない、パリント割れない。言ってたら来ました、蝶野さん。今季蝶野さん当たりすぎだから。
トータルでは今回なかなかいい結果になったと思います。イベントボーナス結構稼げたと思いますよ。ジョンソンの B ランクありますね。一覧に3枚ありますね。選手量は2枚、ちょうど5枚ありますね。これはラッキー。松井選手と相澤選手とジョンソン選手を受け取ってイベントボーナスを上げていきます。じゃあ5枚一気にぶち込みましょう。はい、 OK です。これでイベボが568までいきましたね。いい感じです。このイベボの力を借りて累計の S ランク役所サクッと開封してサファテ選手を当てたいと思います。正直に言いますと今回のランキングは走りたくありません。今回はマジでサファテ当たってほしい。もうほんと当たってください。お願いします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけましたら、ライクボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。動画にできない部分は Twitter で発信しております。そちらもフォローお願いします。過去の動画は概要欄か再生リストからどうぞ。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。